熱日高比古神社は、宮城県角田市にある神社である。旧社格は郷社。式内社であり、伊愚郡総社である。社伝によると、景行天皇の巫女である日本穂高が、勅命により、東国へと向かった。道中伊愚の地に至り、古来よりの聖地であった、大森山の山裾に斎場を設けて、大和朝廷の祖神である、侍従命を祀ったのが始まりだと伝わる。その後、日本穂高は土肥の帰途に着いたが皇居するに及び、景行天皇は、巫女の功績を忍び、勅命により、社殿を建てて、侍従命に合わせて、日本穂高を祀ったという。延喜式神明帳において、熱日高比古神社は、みちのく国内の式内社100座のうちの1座とされた。伊愚郡史によれば、熱日高比古神社の神体は、延喜帝の勅命により山城国の如意寺で鋳造された動物であるという。江戸時代には熱日高比古神社は伊愚郡の総社とされていた。熱日高比古神社から西に 4km の場所には伊愚群河の跡である郡山遺跡がある。明治5年には伊愚郡内で唯一の郷社に指定された。春の例大祭では以前は熱日高比古神社に丸森町、古西の鹿島神社と角田一之さん大谷地区の香取神社の神輿が集結し、三社の神輿が連なって、渡御を行っていた。現在は、香取神社の神輿と合同での渡御が行われている。熱日高比古神社は、子宝、産育、武術、政治、鎮火、農業、交通安全の神徳がある神社として、信仰を集めている。ありがとうございます。